人肌恋しい季節が今年もやってきましたな。世間の次のイベントはクリスマスだからな。ちらほらクリスマス仕様の商品を見かけるようになってきたぜ。く、リア充爆発しろ。まだまだクリスマスまで時間があるからな。恋人を作る余裕がありそうだぜ。まあ、クリスマスのために恋人を作っても長続きしないのが現実だよね。確かにな。とはいえなかなか辛辣な意見だな。そういう話は巷に溢れ返っているからね。僕らは恋人より、みんなの役に立つ楽しめる動画をお届けする方が重要だよね。そうだよね。言い聞かせている感じは否めないが、まあその通りだな。ありがたいことにチャンネル登録者も順調に伸びてきているわけだし、この調子で頑張っていこうぜ。だねだね。一人身の視聴者さんも、パートナーがいる視聴者さんも、分け隔てなく楽しませていくよ。そうそうその意気だね。さて、今回は石垣島沖合での中国漁船転覆事故に対し海上保安庁も捜索を実施したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年3月2日に発生した沖縄県の石垣島北方約 330km 海域での中国船籍の漁船の転覆事故について、日本の海上保安庁は翌3日をもって捜索活動を打ち切ったことが報じられたよ。この海難事故はおよそ100トンほどで乗組員10名を乗せていたとされる中国の漁船が転覆、乗組員らが漂流してしまったもので、現場に急行した海上保安庁の固定翼機も8名の漂流を確認していたんだって。海上保安庁ではこの乗組員の救助に向けて巡視船レブンなどの複数の艦艇を向かわせたものの、実際の救助には至らず、中国の漁船が5名の乗組員を救助しただけに止まったようだね。漁船が救助するんだね。こんな時こそ海警局の出番なんじゃないの？武装している暇なんてないよ。言えてるな。海上保安庁が捜索を打ち切って以後も、中国の漁船等を中心とした捜索は依然として継続されるものと予期されているが、海域が石垣島沖という中国の圧力が増している場所だけに注目が集まったぜ。日本のインターネット上では今回の海難事故に際して、その中国柄の主たる救助活動を担ったのが同じ中国の漁船という部分に着目し、中国海警局の存在が希薄なことへの疑問が囁かれているようだな。確かに日本の海上保安庁に相当する中国柄の組織といえば中国海警局であるため、同局の艦艇が尖閣諸島周辺の日本の領海内に侵入する行為を繰り返していることを鑑みれば確かに敬意に感じられるな。海上保安庁が他国の海を侵入してるって考えるとありえない話だもんね。個人的にも自国民の海難事故への救助よりも、尖閣諸島は、自国の固有の領土だと主張する政府の意向を知らしめる活動を主にしているように映り、海上保安庁とは全く異質の存在に見えるぜ。残酷な優先順位を冷静に認識していることがよくわかるよね。ストイックといえばストイックなんだろうけど、中国海警局といえばこの前月の2月15日から16日の2日間にわたって合計4隻もの艦艇を、尖閣諸島近海の日本の領海内に侵入させ日本の漁船を追尾させるなどしており、そうした行動に対しては迅速だね。これら中国海警局の4隻の艦艇は当然いずれも下方等の兵装を備えているんだけど、くしくもこの2月1日から改正された海警局法によって、それらの武器使用の基準が引き下げられたことが懸念されているね。軍備増強に関してはどこまでも追求しているもんね。このため日本政府側では警戒を強めると同時にこれに対処する政治判断を下し、海上保安庁法における相手側への危害を目的とした、射撃の要件を緩和する解釈を行うことにつながっているみたい。今回の政治的な解釈は海上保安庁のみならず、海上自衛隊の活動上においても同様とみなすことが表明されているけど、現行法の枠内での解釈に留めていることが2組織にとって良いことなのかの判断は難しいよね。日本も法改正をしていかないと、太刀打ちできないよね。すでに優位性は向こうにあるんだし。中国柄が尖閣諸島に向けて実施してくる公算が大きいと考えられているのは、民間の漁船に見せかけて武装民兵を乗せたそれらで同諸島内に上陸を果たし、その保護を名目に中国海警局等へを送り込むシナリオだな。こうしたシナリオの実行に向けて、うち的には海警局等への改定を行い、外的には日本柄の海上保安庁をはじめとする組織の出方をことあるごとに観察する方向で動いてきていると見る向きも多いぜ。
中国のやり方を見ていると、妄想としか考えられないよね。あからさますぎて逆にすがすがしいかも。中国は尖閣諸島だけではなく台湾や南シナ海の領有をもすでに公言してはばからず、いずれも近年の圧倒的速度での軍備の増強によって実際の武力行使をかつてないほどに匂わせ始めている状態だと思えるね。海上保安庁の区分では尖閣諸島は第11管区海上保安本部が管轄しているけど、同管区は組織上において最大規模を占めていて、中国海警局をはじめとする勢力と最前線で対峙する上に台風等の災害も多発する海域なんだ。それでも2012年に尖閣諸島を日本政府が国有化するまでは、予算上の制約もあって他の管区からの艦艇を含む支援下で任務を遂行する体制を行っており、閣僚が始まったのはここ数年の傾向だと言えるな。第11管区海上保安本部は2013までは沖縄の那覇や西方海域を担当する那覇海上保安本部を独立させ、ようやくそれ以後から尖閣諸島への警備を中心に任務遂行を行う組織へと改変された状態なんだぜ。中国の対応に追われる日々ってわけだね。これは同年1月の閣議によって示された方向性であり、ここで補正予算によってヘリコプター搭載型巡視船2隻を他管区より移管すること、国神型巡視船の10隻追加建造が決定されるなど大幅な増強が図られたんだ。ここで決定された国神型巡視船4番艦竹富は2014年9月26日、12番艦アグニと13番艦イゼナは2016年2月24日とほぼ1年半の日数で10隻が就役し、巡視船12隻体制が完成しているよ。この建造速度は海上自衛隊の護衛艦等への水上戦闘艦と比較すれば実に驚異的なスピードであり、さらにこのうちの6隻を三菱重工業の下関造船所が建造している技術は特筆に値するものじゃないか。さすがに日本の技術者たちは優秀だよね。国神型巡視船は排水量が約1700トン、全長 96.6 メートル、全幅 11.5 メートルの艦隊に乗員約42名を定数としているんだけど、この時の連続建造では1隻あたり57億円の費用で抑えられているよ。はためには42名 ×10 隻で少なくとも420名以上の乗組員を調達する必要が生じたことに対し、それに対応してその確保を成し遂げている点にも驚きを禁じ得ないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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